マジに引っかかる間抜けがいるとはな。まあとにかくボヤのことは黙っといてやるから。で何しに来たんだよ。さっさと負けて吸収された方がいいんじゃねえの。だろうな。血と運動不足だったみてえだな。あ？てめえら、俺がてめえに合わせてやったんだぜ。自己紹介は後でさせてもらうぜ。怪我したくなきゃ引っ込んでな。 Do you? グッド。聞いてるみたいだぜ。とんでもねえ本性を隠してやがったな。なぜか無性に腹が立ってくるぜ。スタンドは使えるみてえだな。相手もなかなかやるようだ。何者か知らんが、とてつもねえスタンドを使うやつだ。やりにくいな。スタープラチナと同じタイプのスタンド。これからしんどいことになるぜ。てめえら、捕まえるまでが勝負だな。同感だぜ。いいか。モテる？ダメだろう、校舎壊しちゃ。ま、高いブランドもんつけとけ。うん？いやー、俺がした苦労を味わってもらいたくてな。蜂蜜に寄ってくるカブトムシ状態。金さえ持ってりゃ女が群がってくるぞ。ああ。足が速けらヘノヘノモヘジでもモテる。いいかお前ら、よく聞け。今日は毎日締めにやってる山一周の長距離走は中止だ。その代わり特別に実戦に沿った稽古を行う。山に入れ。今から俺は鬼になる。こいつはかつてないほどの面白い戦いになりそうだ。さすが無敵だろ。けどよ、俺たちの話っていつもこうだな。そしてジョー太郎、お前はこいつらを守りながら俺を倒すのが役目だ。どうにか生き延びてみるんだな。なかなかやるじゃねえか。きつい戦いさせやがって。とても哀れすぎ。自分自身が未熟だ。のんびりしてられねえな。おいてめえ、こんなもんじゃすまねえぜ。親玉が来い。そうか、相手も粘ってきやがる。どこだ。どこか近くに迫ってきている。やれやれだ。いないぞ。おら！時は動き始めた。考えろ、こいつと俺は。もう貴様の体などいらん。貴様も戦わんか。願いを叶えるのだ。さあフィンガー。でどういうことだ。今朝校門にいたやつか。ああ、俺がてめえに合わせてやったんだぜ。なるほど。お前三節棍を使うのか。来てやったぜ、といったところだな。勝手に決めてんじゃん。ダメだろ。設定が学祭武器じゃないだろ。先手必勝だぜ。俺はまだ高校生だぜ。もう勝手にしてくれ。お前やっぱバカにしてんだろ。わざわざあだ名なんかで呼びやがって。前田でも年家でもいいじゃねえか。ここまで来て負けるの尺じゃねえかよ。やれやれ、何驚いてやがる。抜け目のない作詞だぜ。おい、なんだその誤解を招く言い方は。うるせえ男だ。
お前みたいな恥ずかしいやつ見てたら体が痒くなるからもう出ていけよ。くだらねえこと言ってんじゃねえよ。ちえ、五本だと。はあ、もう我慢できねえ。下ろしてくれ、下ろしてくれ。ここまではいい。大真面目にそんな格好してやがるのか。なぜさっきからわけわかんないこと言ってんじゃねえぞ。まさかな。俺のスタープラチナを知ってるだと。到着、到着。やれやれ、骨が折れそうだぜ。おい、ふん、ダメだね。お前に会いに来たのにはもう一つ理由がある。俺が直々に相手をしてやるぜ。足は引っ張るなよ。もう一つはこの野球ゲームだ。お前との対戦を希望したい。急に、何？うん。そうだな。こいつはしたたかな野郎だぜ。少し、食らったな。無理だとか無駄だとか言った言葉は聞き飽きたし。そうか。壊れるから何？俺の魂をかけよう。何言ってるの？どうだかな。ああ、いいよ。僕には勝てないよ。Good。やれやれ、ディスクだと。お、分かっちゃった。そうなのよ。面白い。よく聞け。説明は後だ。ですよね。パンに乗っけて食べると超絶美味しいのよ。おい、さっきからわけわかんないこと言ってんじゃねえぞ。バターもたっぷり塗ってね。おい、やれやれだぜ。どうぞ。きやがれ、ただもんじゃねえ。おい女、拉致が開かねえな。こんなもんじゃすまねえぜ。どうぞ、あんして。逃げる。しょうがないですね。その、できれば王冠を置いていってくれると嬉しいな。やれやれだぜ。やりにくいな。問題はこれからだぜ。おめえ、大真面目にそんな格好してやがるのか。冗談じゃねえぜ。グッド。これで終わらせるぜ。はい、ほぐしてほぐして、ほぐしまくりましょうね。こいつマジにイカれた女だ。はい、やってみようか。
なに？そのオレンジはやめた方がいい。そっか。いや、なんでもねえ。行くよ。いや、やっぱり俺、歩いて行く。お前の出番だぜ。黙れ。殺すぞ。あ？何言ってやがる、てめえ。甘露寺からお前の話は聞いた。随分とまあ楽しく稽古をつけてもらったようだな。敗者が悪。それじゃあやっぱりてめえのことじゃねえか。お前にはこの障害物を避けつつ太刀を振るってもらう。やれやれ、てめえにだけは言われたくねえ。俺はてめえみてえな奴は知らねえぜ。どうした、それで稽古と言えるのか。こいつアホか。やってみろ。お前程度でもいないよりはマシだ。そのさっき片付けるとするか。でかい声で喋りやがれ。食らったな。ふざけるなよ。悪ふざけはやめろ。ふざけるのも大概にしておく。足は引っ張るなよ。おい、なれなれしく甘露寺と喋るな。やれやれというやつだ。そんな格好じゃ戦えねえだろ。野郎が本気を出していない今がチャンスかもしれねえ。本気でやらねえと勝てねえ相手だったからな。そうだな、仕方ねえな。いくら素早かろうがぶち当ててしまえば関係ねえ。ちょいとやりすぎたかな。違う、ここの角を右だ。鳥頭、やれやれ、大人げねえぜ。度胸だ。てめえ、勝ったっていうのに説教かよ。調子乗んなよ。俺はてめえを認めてねえからな。連載してただと。嘘こいてんじゃねえ。ふざけるのも大概にしておく。足は引っ張るなよ。しつけんだよ、伏せろ。やれやれ、骨が折れそうだぜ。ようこそ我が修行場へ。おめえは何だ。足腰である。川につけなさい。嫌なこった。なるほど、なしとする。私の修行はこの三つのみの簡単なもの。ちょい待ちな。大真面目にそんな格好してやがるのか。てめえみたいなのを相手にしてる暇はねえ。全ては鬼を滅殺するため。うん、
最も重要なのは体の中心。それであれば話を進める。下から火で炙るのは危険なため。領収書だぜ。大概のことには驚かねえつもりだったが、しかしそうなると私は一体どうなるのか。やれやれ、もうちょい静かにしやがれ。足を引っ張るんじゃねえぞ。なるほど、鬼殺隊全体の底上げに全力を注ぐ機会とする。どういう意味だ。まず滝に打たれる修行をしてもらい。ふん、ぶん殴られたくなかったらすっ込んでろ。疑いは晴れた。ああ、何言ってやがる。てめえ、やれやれ、人をここまで狂心的にさせるとは。これがオーバーヘブン。チッ、任務ご苦労だった。頑張るのだ。話を進める。丸太三本を担ぐ。私の言うことを。すまねえな、ぶっ壊れそうだぜ。承知。最後にこの岩を一丁刺す。先手必勝だぜ。残酷なことを。おやおや、さあどうした。てめえがかかってこなくてもやるぜ。諦めるんだな。素直に負けてやる俺だと思うのか。ナムアミダルツ、疑いは晴れた。なんとかいたしますゆえ。何？やれやれだぜ。想像以上に手強いぜ。片付けるとするか。